にちは、マリヌカフェのゆかです。今日はこちらにピンクを並べてます。週末にベランダ用のテーブルを買ってきたばっかりなんですけれども、ペンキを塗って、今日初めて置いたものがピンクでした。YouTube を始めるときに一番動画を撮りたかったのがピンクだったんですよね。ピンクを動かしながら動画を撮りたいなって思ってまして、晴れて念願が叶いました。ピンクについては語ると本当に長くなってしまいます。講座も、クリエイターコースっていうのが20時間ありまして、10時間たっぷりピップと遊んでいろんなことを学びます。そういった講座があるんですけれども、今日はその一部、どんな世界なのかなっていうのをお伝えできたらいいなと思って、この動画を撮っています。今日はね、あいにくの雨なんですけれども、私は雨の日もとても好きなんですね。今日もね、お散歩してきたんですけれども、一本一本ね、連れて行こうと思って、こちらのレッドピップと一緒に、お散歩してきました。ピップを感じていくと、イメージが湧いてきたり、香りがしてきたり、言葉が出てきたり、何か音楽のようなものが、そういうのが人それぞれあると思うんですよね。そういう、普段の、忙しい生活の中では気づかないような創造性の扉を開いてくれるのがピップなのかなとか、色なのかなって、思っています。今日はね、ちょっと簡単なワークをしてみたいと思います。いろんなレベルで色がね、働きかけてくれるものなんですけれども、じゃあ今日私の体は、どの色を求めてますかっていうのを、私の体に聞いてピップを選んでみたいと思います。私の今日の体はどのピップを求めてますか。グリーンピップ、そうですね。呼吸が浅くなってたかもしれないですね。深呼吸をしてゆったりとした気持ちに、なってみたらっていう感じでピップがやってくれたような気がします。カラーブリージングっていうね、そういった呼吸法にもピップは使えるんですけれども、グリーンを選びましたので、グリーンの呼吸をしてみたいと思います。ではでは、次は今日の私の心がどのピップを求めてますかっていうので、選んでみたいと思います。
閉じるといろんな情景が浮かんだりとか、まあ、言葉が浮かんできたりとかね、いろいろ人それぞれあると思うんですけれどもね、私は割とこう両方なんですよね。イメージと言葉と両方なんですけれども、そういったものも楽しんでいます。はい、あとはそうですね、今日、この YouTube を見てくださった方に一本選んでみたいと思います。ちょっと初めての試みなので、私もやってみたいと思います。